ビクトル・バスネツオフがによるスコモローフ・スコモローフは中世ロシアで活動した芸能人の呼び名である。複数型でスコモローフとも、日本語での翻訳として、放浪芸人、漂白学士などがある。およそ11世紀から17世紀にかけて、ロシアのミニ州の宴会や婚礼、埋葬式などの際に、歌や舞踊、楽器演奏、人形劇などの芸によって、 娯楽を提供したのがスコモローフである。これらによってスコモローフは伝統的な民衆劇や儀礼をはじめとしたロシアの民族に決定的な役割を果たした。とりわけ音楽面においてはスコモローフは古代から中世にかけてのロシア歌唱芸術の中心的な担い手であった。彼らが伝承し民衆の中でその血肉となった民族音楽は近代 現代のロシア芸術音楽の最大の源泉となった。また、スコモローフは、ロシアの交渉女子,子 V リーナの作者かつ、語り手であったとも考えられている。スコモローフは18世紀以降衰退したが、彼らの民族、文化は、例えば見せ物小屋の呼び込みや大道芸、サーカスなど、後世の都市フォークロア、あるいは、都市の仮想民や、 職人のもたらす文化へとつながっている。ベラルーシやスモレンスク地方では、現在でもフォークバイオリン弾きをスコモローフと呼ぶ。スコモローフが使用した面11世紀に建設された、キエフの聖ソフィア大聖堂に6人の学士たちを描いた壁画があり、スコモローフを描いたものとしては最も古いものである。聖堂内の絵であることから、彼らは、 ビザンチン文化の流入に伴って移ってきたギリシャ系の芸人ではないかとする説が有力である。一方で、キリスト教以前のロシアで宗教的儀礼を司さどったのがスコモローフの前身だとも言われている。このことから、スコモローフの音楽は古代スラブ人の民族的な歌謡をもとにしつつ、ビザンチンの聖教法神令の影響を受けながら発展したと考えられている。 スコモローフの呼び名は、ロシア語文献では、原初年代期の1068年の記述に、現れている。古代スラブ文献の中では、10世紀に、ブルガリアで用いられたのが最初と見られる。この呼び名は13世紀末までは広く用いられておらず、彼らの個々の芸に相当する、踊り手、笛吹き、表金者、俳優、おふざけや 変歴学史などといった表現が並行して使われていた。スコモローフが定着したのは16から17世紀とされる。なお、スコモローフの語源そのものは不明である。現代ロシア語の辞書で、スコモローフは銀遊詩人あるいは放浪芸人を指すとされるが、口述するように実際には都市に定住するスコモローフもいた。11から13世紀頃のロシア社会では、 異教的な色彩を帯びた遊興、宴会、婚礼などが普及しており、スコモローフは、こうした祝祭の場に、株部や演技者として加わった。例えば、結婚式に、スコモローフが招かれたのは、歌や踊りで陽気な気分を盛り上げるためだけではなく、彼らの演奏や演技が魔力を持ち、結婚に悪意を抱くものの、雑誌などの妨害から、新郎新婦を守ると信じられたからである。 このように、スコモローフは、異教的な世界観の体現者であったため、ロシア正教会からは敵視され、悪魔の使いとして、排斥を受けた。スコモローフを呼び寄せた、イヴァン・ヨンセイ・スコモローフは、社会的には多様な民衆層からなっていた。その多くは、無宿の漂白者であり、演奏や演技を制御として、町や村を転々とした。 一方で都市に定住する者も,もあり、別に生計を立てながら、学士を務めて、副収入を得る者や、単に道楽として教じる者も,もあった。初期には、主として諸侯、諸公貴族の宮殿や屋敷で養われて演技していた、スコモローフは、数を増すとともに活動範囲を広げ、民衆や農民に近づいていった。彼らは、 民衆の娯楽の集いや商業都市の広場、同業者仲間の宴会、身内の集まりなどの場で芸を披露するようになった。13世紀から15世紀にかけてのタタールの首引きの時代にモンゴル軍の襲撃を受けなかったノブゴロドでは、スコモローフの芸術水準は特に高まった。ノブゴロドでは、教会がスコモローフに対して比較的寛容な立場を取り、キエフルーシア、 モスクワルーシに見られたような厳しい弾圧を加えなかったこともあって、暴露的な風刺文学のジャンルも発達した。こうした中で、慣れ、私のボリンカ、ビバーローといった音楽風刺の文献が見つかっている。ルボークに見られる18世紀ロシアのスコモローフ17世紀に入ると、ロシアでは濃度性が完成するとともに都市を中心とした貨幣経済の浸透が始まった。 社会的矛盾の拡大と、封建的な圧勢から、たびたび民衆放棄が起きるようになると、スコモローフはこれに直接関わった。旅のスコモローフ一座の中には、強盗に早変わりするものもあった。スコモローフのゲーム、また、一般大衆の指示を受けるために次第に風刺的な内容が増えていき、聖職者や権力者を面白おかしく取り上げるようになったことで、 教会に加えて、サーリや貴族からの迫害も招えた。ロシア正教会の構成は強まり、政権に対して、スコモローフの一層の弾圧を求めるようになった。後に、小儀式派の指導者となった、長子祭アバクウムは、自伝で次のように述べている。ひたすら、ハリストスの教えを守るものとして、私は、スコモローフを追い払ったことがある。ただ一人のお原で、 大勢の者どもから、道家の仮面や太鼓を取り上げて、これを破り捨て、二頭の大熊も奪い取った。また、1630年代に、ロシアを訪れた、ドイツ人外交官、アダム・オレアリウスの旅行記には、次の描写がある。ロシア人は、教会の外ならどこでも、音楽を好んでいる。けれども現在の総主教は、酒場や街灯などで、あらゆる種類の放落と、 猥褻な歌のために音楽が利用されているとみなし、すべての楽師に演奏を禁じ、楽器を破壊するように命じた。書き集められモスクワ側の向こうで焼き捨てられた楽器が、馬車で5台分もあった、スコモローフを弾圧したアレクセイ・ミハイロビチ1648年、モスクワ大公、アレクセイの直令モラルの強制と迷信の根絶についてによって、スコモローフの演技や、 楽器演奏が禁止された。法的基盤を失ったスコモローフは、ロシアの中央地域から追放され、ウラル、シベリア、ボルガ川の中華流の砂岩など、辺境の地に移り住んだ。都会を追われ、あるいは追求を逃れて地方へ向かったスコモローフも、地方では演技を制御としていくことは困難であり、楽器演奏家や民衆劇の役者として一部が残った。 他はやがて姿を消していった。このような過程で、ブイリリナが、スコモローフから、地方の農民などに伝えられて残ったのではないかと、推定されている。とはいえ、その後も、各種資料にスコモローフの名は登場し、18世紀に、活動したスコモローフとされるキルシャ・ダニーロフの曲集が、出版されたのは、19世紀に入ってのことである。スコモローフ衰退の要因として、 直接的には、政権や、教会の弾圧が上げられるものの、むしろ決定的だったのは、都市に劇場を建てさせた時代の流れと言える。すでに触れたように、商品の流通と都市の発展、近代化に伴って、商人や仮想生職者、一般市民が影響力を持つようになり、芸術分野においてもその題材は、教会的なものから世俗的なものへと転換していった。 新しく生まれたコミュニケーションによって、それ以前の語り手、演技者と民衆の関係もまた打破されていったのである。活字以前の時代の文化の担い手であったスコモローフが17世紀を境として、急激に歴史の表層から姿を消した背景には、中世から近世への転換があった。古代スラブ人の異教崇拝の奥底で生まれたスコモローフの音楽は、 17世紀末になって、生活機構の社会的な変化と結びつき、その結果、内容も形態も一新されたのである。軍すりを携えたサトコスコモローフの仲間には、学士、歌手、踊り手のほか語り手、記述士、アクロバット、動物調教師、喜劇役者たちもいた。漂白学士たちは、ロシアの各地をさまよいつつ自分たちの芸術を広め、土地や、 公園の様々な民族的な創造を吸収して歩いた。ロシアの交渉女子ブイリーナの研究家たちに広く支持されている説がスコモローフがブイリーナを語っていたというものである。ブイリーナの中でスコモローフはしばしば重要な役割を果たしている。例えば、キエフの有志ドブルイニャニキーティーチはスコモローフの紛争をして 戦いの話を語り、ノブゴロドの商人里子は、流しのスコモローフである。これらの場面においては、楽器具りがスコモローフのトレードマークとして使用される。スコモローフの音楽は、古代スラブ人の宗教儀式や、民族的歌謡から生まれ、11世紀頃からは、ビザンチンの政教法神霊の影響を受けながら、発展したと考えられている。16世紀には、 モスクワに、娯楽宮殿が作られ、才能あるスコモローフの音楽家や作家が招かれた。学士たちによって、多くの楽器が作られ、改良され、アンサンブル演奏が育った。1818 18年、キルシャ・ダニーロフの、古代ロシア詩集が出版された。ダニーロフは、1760年代にウラル、または、西シベリア地方で活動したスコモローフと言われる。 この曲集には、楽譜付きの全71曲が収録されており、古代スラブ音楽の最初の楽譜本かつ本格的なイリーナ集でもあった。ダニーローフの曲集は、ルーシュの生活風俗やエピソードを表現する合唱曲や気楽作品に役立つことになった。例えば、イリーナを題材にしたニコライリムスキー・コルサコフのオペラ、サトコ第4話で、義勇兵士の歌。 高く、高く、点高くはこの曲集から取られたものである。スコモローフの楽器具道具翼型グースリドムラこのほかフルートやソペリスビストコーバや、パンフルート、ボリンカなどの観楽器や、ブーベン、ブリアチャーロなどの打楽器も用いられ、11世紀には、すでにアンサンブルが生まれていた。キエフ大公、スビアトスラフやロスラビチの宮殿では、定期的に、 大編成の器楽アンサンブルが民謡を題材としたレパートリーとされた。19世紀末から20世紀にかけて、ワシーリー・アンドレーエフはこれらの楽器を復元、改良し、大ロシアオーケストラを組織した。ベラルーシのスコモローフ20世紀ソビエト連邦時代の研究者、アナトーリー・ベールキンによれば、芝居や祭りの儀礼など民衆劇を主としたレパートリーは、 スコモローフの中でも、定住型の芸人によって演じられ、一方、放浪型の芸人は、ペトルーシカ、ラヨーク、熊使いなど、長時間の準備を必要としない、機動性を持つレパートリーを開拓していったとする。ロシアの定住農公民にとって、大きな民族儀礼として、クリスマス習慣があり、期間中に行われる仮装や巡り歩きなどの遊興は、 後の演劇の形成に深く結びついている。スコモローフは、これをはじめとして、婚礼や埋葬式など、民衆の集いや友興に、中心的な役割を果たした。仮装や歌舞、演技などを通じて民衆に、パロディとファルスの形式を与えたことで、スコモローフは、ロシアの笑いの文化と同時に、演劇の起源をもたらした。このような演劇の際だった特徴は、 見物人の直接参加がなされていたことである。スコモローフの歌や踊りが元になり、後に民衆劇場や民族的な題材による芝居の上演が生まれた。また、17世紀の民族的な風刺文学、カマリンスカヤやバー・ルイニャは、その原点をスコモローフの芸術に見ることができる。1630年代にドイツ人外交官、 アダム・オレアリウスがロシアを訪れて残したスケッチには、スコモローフたちの楽器演奏や踊りの他指人形や熊使いが描かれており、人形劇と熊の調教は、スコモローフの重要なレパートリーに組み込まれていたと見られる。ミーシカという愛称をつけられた熊の芸は特に人気があり、ロシアから西ヨーロッパへも伝えられた。現代のロシアサーカスを代表する熊の芸は、 スコモローフを祖先としている。スコモローフが衰退する18世紀以降、ロシア民衆の娯楽は、街の見せ物小屋を中心として興行されるようになり、ここから、ロシアの近代サーカスが誕生する。音楽や演劇はもとより、ロシアのフォークロアの、あらゆるジャンルの形成と発展において、スコモローフの果たした役割は絶大であった。にもかかわらず、従来のスコモローフ論は、 演劇史や民族学などの立場から側面的に触れたものが多く、スコモローフの全体像を扱った研究は少ないとされる。19世紀半ばに、ベリアーエフがスコモローフと異教との関連、呪術、儀礼とのつながり、芸能の性格、民衆、教会、国家との関係などの点について基本的な問題設定を行ったのがスコモローフ研究の始まりである。 このほか、アレクサンドル・ファミンツィン、ロシアにおける、スコモローフ、ソビエト連邦時代の研究として、アナトーリー・ベールキン、ロシアのスコモローフがある。ありがとうございます。